を盾に作り、こういった過去の卑怯な行為というのを正当化しているのが大統領ロシアであります。そして今、ウクライナへの軍事侵略から1年以上経ちました。ロシアは未だに強盗、強姦、虐殺、そういったことをウクライナに対して行っております。そして小さな子供、ウクライナの小さな子供たちを誘拐してロシア人にしようと目論んでいるのがロシアであります。こういった行為というのはまさに戦争犯罪であり、私たち日本国民は絶対にこのようなロシアの蛮行を許してはならないのであります。赤旗から繁殖期に変わってかなりの年月が経ちましたが、昔とちっとも変わらない、冷戦時代ともちっとも変わらないのがロシアであります。